窓の中に爪楊枝が入ってますこれ。はいどうも皆さんこんにちは、かおりです。というか私はですね、今マレーシアクアラルンプール空港に来ております。ということで今回こちらからですねマレーシア航空に乗ってタイはバンコクへ向かいます。ということでね、私今回スターアライアンス世界一周航空券なんですけども、そこのルートから一回外れてですね、今回はねワンワールドのマレーシア航空でねレビューをしていきたいなと思います。ということでこちらのクアラルンプールマレーシアからバンコクのタイに行くということで、私かおりの世界一周第17カ国目タイでございます。ということでこちらの動画から大変に突入いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。Let's go。ということでね、こちらが修行僧の聖地クアラルンプール国際空港でございます。早速ねマレーシア航空のチェックインをしていきましょう。レッツゴー。ということで私ワンワールドエメラルドンですので優先チェックインができるはずでございます、はい、いいですねマレーシアエアラインズワンワールド、いいですね。はい、ということでこちらがねビジネスクラスチェックインでございます。ワンワールドサファイアございますね。はい、ということで私 JGC 会員ですので行けるはずでございます。早速ねチェックインしていきましょう。レッツゴー。ということで出国審査&チェックインは完了いたしました。ということで、ね、今回ですねあのラウンジはちょっとお預けにいたします。というのもですねちょっと時間がギリギリすぎてちょっとね今回はラウンジ行きます。というのもですねクアラルンプールのですねラウンジはまた行く機会ございますので、ぜひねちょっとお楽しみに待っておいてください。いすごいこのプラネタリウムみたいなこの天井が美しいですね。すごい綺麗です。はい、これまた夜になったらまた綺麗なんでしょう、ね、というのもですね本日なんでこんなギリギリでねラウンジも行けないかというと、私ちょっとお腹壊しまして、はい、というのもねちょっと東南アジアのねちょっと食事に当たったのか分かんないですけど、いやね結構ね食当たりはきついですね東南アジアね。なので皆さんもね東南アジア来た際には食べ物にはね十分気をつけてくださいね。タイでも気をつけなきゃ俺、はい、私は今回乗るのはこちらの、MH0788 バンコク行きでございます。こちらですね。であちらが今回乗る機体でございますね。今荷物をね、機内に入れてる途中なんですけども、私の荷物がもしかしたら見えるかもしれない。はい、ということでこれはボーイングかな。はい、ということで、ね、後で答え合わせしてみましょう。はい、ということで皆さんもね、ぜひ食あたりには気をつけてくださいね。いくらねステータスを持っててね、いくらラウンジに行けるかなといえね、自分の健康がなければ元も子もないですからね。はい、なので皆さんね海外旅行の際はくれぐれも体調管理には気をつけてください。はい、ということでねお腹を支えながら搭乗をちょっと待ちたいなと思います。ということで乗り込みましょう。いざバンコクへ向かいましょう。ということで私地味に初めてですねマレーシア航空でございます。はい、ということで、ね、楽しみでございますね。ということで JGC 修行の方はですねこちらのマレーシア航空もねすごくね効率のいい修行方法でございますので、 JGC のね修行されている方もね利用されている航空会社でございます。うん、この機体はあのこのペチャンコエンジンが特徴ですね。これがビジネスクラスですね。中距離便のビジネスクラスでございます。ということでこちらでございます。ということで着きました。今回は窓側でございます。はい、ということで、ね、Q の A という座席でございます。今回の機体はこちらですね、ボーイング 737-800 ですね。はい、こちらね日本航空とかね ANA もねこちら持ってる機体でございますね。はい、このねペチャンコエンジン、そうこのエンジンのね底がペチャンコになってるやつですよね。はい、おにぎりエンジンとかよく言いますけど、そんな感じとなっております。で広さはね必要にして十分という形でございます。これモニターつくのかな、また私が触ると消えるんじゃないの、消えなかったのかな。ということでね、まあ、多分映画とかも見れると思いますので、はい、まあマレー語かイングリッシュかどっちかですけどね、まあ十分でしょうね。ということでブリッジが外されました。ボーディングブリッジが外されました。ということでプッシュバック開始されました。さらばマレーシア、また来るけどね。これ今気づいたんですけど窓の中に爪楊枝が入ってます。これはやばいんじゃないか。それではいきます。ザオープン。わあ、美味しそう。カレーですかね。なんかチキンソースくんたらかんたらって言ってました。すぐ早速いただきましょう。
というので着陸しました。やっぱり A380 かっこいいですね。特にねエミレーツ航空だと迫力がありますね。ドバイでいっぱい見てきましたね。ということで到着しました、駐機所ですね。これから降りましょう。 Thank you so much。 ということでタイ着陸でございます。ということで私からの世界一周第17国目タイでございます。はい、ということでタイランドバンコクでございます。ということで早速ね電車に乗ってですねホテルの方まで行きましょう。ということでね、さっきあのインスタグラム見たらですね、タイに DJ 社長がいるみたいなんで、あわよくばね、街の中で DJ 社長と遭遇しないかななんてね、ちょっとだけ期待してます。はい。そしたらね、DJ 社長にあの福岡ドームの解散ライブ行きましたよってね、あのね、ちょっと声かけようかなと思いますね。DJ 社長もね、借金がいろいろあったりとかしてね、ドームのね、お金がないとかいろいろ言ってましたけどね、結構大変そうなのでね、まあ、もしあれだったらね、チップとかあげようかなと思ってます。はい。それくらいのね。すげえポジションできたな俺のバック、すごいな。この何どうやったらこうなるの、これ取れないんやけど、よいしょよいしょ、やっぱこうなるよね。ということで無事回収完了いたしました。ではね早速ねホテルへ行きましょう。 Let's go。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。今回はですね、マレーシアクアラルンプールからこちらのタイバンコクまでの様子でございました。あんな形でですね、マレーシア航空はワンワールド加盟の航空会社でございますので、私ね JGC 保有しておりますので、ビジネスクラスチェックインカウンターを利用させていただいてチェックインして搭乗させていただいたという形でございました。でびっくりしたのがね、窓に爪楊枝が挟んであってね、これはねどうやって入ったんだっていうね疑問がありましたけども、あんな形でねちょっとまあ機体自体は古いと言いますか、まあ整備が滞っているというか、まああんまりねあの日系航空会社とかと比べるとあんまりね質のいいものとは言えないようなね機材ではございましたが、まあこんな形でね、まあ、利用できますので、ぜひもしよろしければですねマレーシア航空利用してみてはいかがでしょうか。ということでこのチャンネルではですね JGC 事業 SFC 事業の得な情報や私カオルの世界一周中のね動画を皆さんにお届けいたしますので、この動画がね面白かった役に立ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント欄グッド評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、だいぶあの後少し休みましてですね、食あたりはねあの結構回復してまいりました。はい、なのでねあの今回の旅みたいにですね、私がね食あたりを起こしてねちょっとラウンジはスルーさせていただいたというね形でございましたので、ぜひ皆さんもですね海外での体調管理、これはねぜひ気をつけてください。それではですねまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。